の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は海上保安庁の大型巡視船である黎明型について詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役したのは2021年2月16日のことだ。あかつきはそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に1番艦でネームシップの黎明とともに暁が配備されており、今後とも尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で重要な役割を果たすことは疑いようのない事実である。ここで黎明型巡視船の諸元について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力を発生するディーゼル機関を4機搭載している。また、最高速力は25ノットと、海上自衛隊の艦艇と比較しても、何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような、対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は、装備すること不可能となっている。これは、あくまでも、警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに、70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリ、バルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には、遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視図書装置などに加え、両舷に、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらは、テレビでも、よく、目にするような装置たちである。黎明型は、前級である、秋津島や、前々級の、四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく、暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦であるマヤ型の諸元を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、6万9000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限り、やはり、黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、
暁はその6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して設計や構造的に高額になることは仕方のないことだ。だが、特にマヤ型においてはイージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。 SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も他の大型巡視船と同じように完備に大型のヘリであるスーパーピューマ225を2機搭載可能としている。ちらも平時は1機のみを運用し任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプタースーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が2000年に開発したものである。全長 19.50m、 全高 4.97m、 座席数21席、最高速力150ノット、約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は一般公募の中から採用された。今回採用されたのは青鷲という名称であり、これは南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊においてスーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また陸上自衛隊に納入されている機体にはいくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。 IR サプレッサーというのはエンジン排気口からの排熱を抑えて赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は突出した9機という数である。巡視船以外にも各陸上拠点での運用が行われており、今後とも活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来中国海峡局は日本の海上保安庁と同じように警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら2017年以降は着々と武装警察といっても過言ではない組織へと改編されており、現状軍隊と何ら遜色ない武力を所持している家よう。確かに米国沿岸警備隊も米軍の一部であることを考慮すると
脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海恐怖法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海恐局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海恐局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から、武力行使を行うこともできない。つまり、もし、中国海恐局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から、先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし仮に海上自衛隊の艦艇を投入し中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法においてしっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。海自治機イージス艦建造で国連恐れるイージスシステム搭載艦は、最大級、4方向3次元索敵で迎え、反撃型で、ミサイル無効化を詳しく見ていきますね。日本を敵視する国々が、日本本土を攻撃できる、弾道ミサイルは多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は、喫緊の課題である。防衛省は、弾道ミサイル攻撃から国民の生命、財産を常に守り抜くための能力を抜本的に向上させることを目的としたイージス・アショア2機を導入すると2017年に決定していた。しかし、2020年12月18日、いろいろな問題点を解決することができず、イージス・アショアの配備を断念し、代替案として既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表した。
2022年12月16日、敵のミサイル発射基地などを潰す反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定された。日本の近隣国では、北朝鮮がミサイル実験を繰り返し、ロシアはウクライナに侵攻しており、いつ矛先を変えてくるかわかりません。ウクライナへ侵攻する以前に、日本を攻撃する案もあったと報じられている。そして、中国の軍事力の整備が進んでいて、アメリカを凌駕する勢いだ。これらの理由から、日本は、最悪の事態を想定し、迎撃だけの防衛から、反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換していった。ここで言う、反撃とは、敵が日本を攻撃してきた、手段そのものを叩き潰して、二度目以降の攻撃を完全に阻止することを指している。敵国から受けた攻撃を理由に、敵地本土に追撃することではないから、限定目標の反撃という形になる。攻撃してきた敵国の手段に反撃する手段とは、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展するとみられている。これらについては、それぞれの専門部隊が実施すべきであり、特にイージスシステム搭載艦は飛んでくるミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきだ。日本は孤立した島国であり、敵国のミサイルは必ず海を渡ってくるため、その発射母体を撃滅することがイージスシステム搭載艦の任務である。海上自衛隊の訓練や整備などのために、常時、周辺海域で任務を遂行できる艦数は限られていて、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないだろう。しかも、敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと、迎撃は難しいということが分かっている。つまり、日本周辺で常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒上駐海域を、日本海において、最低2カ所、東シナ海、太平洋に、それぞれ1カ所の合計4カ所以上を設定する必要があるということだ。加えて、各海域において常駐、訓練、補給、整備をローテーションで行うとなると、3隻は運用しなければならない。ミサイルの再補給は、洋上では、ほぼ不可能であり、港へ戻らなければならず、あの広い太平洋に1カ所という数では少なすぎるが、太平洋への敵艦艇の進出は、事前に把握できるでしょうから、ひとまずは事足りると見積もられている。要するに、4カ所かける各海域に、3隻合計12隻以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があるでしょう。海上自衛隊は、2022年時点で、既存のイージス護衛艦を8隻保有しているが、これらは、護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦であり、外洋で活動している。だからこそ、日本本土を、敵国の弾道ミサイル攻撃から守る任務を遂行する艦として、初めてイージスシステム搭載艦が整備されることになったということだ。そこで、ここから日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて紐解いていこうと思う。一つ目は中国だね。中国は、ロシアと組んで、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中である。マッハ5を超えると言われている極超音速兵器は、弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を描くことができるため、探知、迎撃が非常に困難となっている。
しかも、中国は、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しており、こいつは、固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、最終段階では、固体燃料で速度を上げて、目標に到達する機能を持っている。さらに、中国は、YJ-18 を発展させた CJ-100、ディフェンダー100、コチ100をもすでに開発しており、こいつは、ターボジェットをラムジェットエンジンに変えて、速度を上げ、射程も伸ばしてきた。世界三大軍事国家である、中国、ロシア、アメリカともに、極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイルも、日本の安全保障にとっては、非常に大きな脅威となってきた。二つ目は北朝鮮だよ。ご存知の通り、北朝鮮は、各種の弾道ミサイルの実験を、時期を問わず繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルをいくつも保有している。北朝鮮は、2022年11月18日、世界最大級の大陸間弾道ミサイル、火星17号の発射実験を初めて成功させた。この火星17号は、最高高度 6040.9km という宇宙空間まで上昇し、距離 999.2km を約69分間も飛行して、朝鮮半島東側の日本海の公海上の予定水域に正確に着弾させたのだ。これは宇宙ステーションの高度が約 400km に位置していることから、その15倍以上の高さまで上げる技術を得得していることになる。ちなみに、北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となる。最後の3つ目はロシアだよ。ロシアも多種類のミサイルを製造している。その中でもカリブルは、今後数年間ロシアの長距離攻撃の主力となるのは間違いない。陸上攻撃型は米国のトマホークに近い性能を持っており、対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るでしょう。また、追戦水艦型もあり、魚雷発射艦から発射する追戦ミサイルのスタンダード版になると言われている。発射母体は、トランスポートアー、エレクトアー、ローンチアー、通称、テルと呼ばれる地上の発射台付き車両のほか、艦艇、航空機、潜水艦である。陸上攻撃型である 3M14T と 3M14kg においては、射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追従も可能とされている。2022年11月18日、北朝鮮と同様に、ロシアは RS-28 サルマト、通称サタン2の実験を成功させた。プーチン大統領が2018年の年頭教書で、アバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標へ到達し、ミサイル防衛システムは無力であると発表していた。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約 200km で切り離され、マッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空体のことを指す。これはさすがにウクライナ戦争ではまだ使用されていない。ここまでが日本周辺を取り巻く悪しき国々のミサイルを紹介したわけだが、最後に日本の海上自衛隊が保有するイージスシステム搭載艦の迎撃足す反撃容量について要約する。現在のロシアとウクライナの関係のように、高い軍事力を持つ国々が、ある時、侵略の意思を持つ場合も、当然あり得ることだ。
中国のように、日頃から他国を力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力も十分に効果があるだろう。敵国の侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛機能を活用した迎撃足す反撃能力である。後者の反撃能力を1956年2月29日に政府の見解として憲法上では誘導弾頭による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り誘導弾頭の基地を叩くことは法理的には自衛の範囲に含まれ可能であるとしていた。しかし日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったため、現在、急いで脅威圏外から対処する能力を強化しているところだ。海上保安庁大型巡視船巡航型3番艦弓張が浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、この大型巡視船弓張浸水式を詳しく見ていきますね。尖閣への大型巡視船強化は、本当に頭が下がります。が、まだ、巡視船の数が足りないのも、事実、170億円建造費で、海上保安庁はよくやっています。あなたは知ってました。2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が、建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船、弓張と命名されて、その巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられた。巡視船弓張は大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く3番艦として建造が進められてきたものである。海上保安庁における巡航型巡視船は PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦である。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張を含めて3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われている。2番艦の朝凪は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張と同様にこの2023年度中には収益する予定とめされており、巡航型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されている。海上保安庁の大型系巡視船といえば、総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うが、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額であった。そのため、巡航型では、建造費用の低減もポイントとなっており、商業用の船舶と同様の構造を採用することで、コストダウンを目指し、先述したような金額を実現、レ、イメイ型に比べ、3分の2ほどで収めることに成功している。
そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保している。巡航型巡視船は、排水量が大きい孤児にも比例して、海上保安庁の巡視船の中では、兵装も充実しており、主兵装には、スウェーデンは、ボフォース社製の70口径の40ミリ、単装機関砲1機を装備している。これに加えて、巡航型巡視船は、副兵装としては、アメリカは、ゼネラルエレクトリック社製の20ミリ、の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では、最も重武装が施された船の一隻だと言ってよいだろう。また、巡航型巡視船の最大の特徴でもある、ヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シュペルピューマ MK、アイアイタスを、2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も、常時2機を搭載する運用とされている。こうしたヘリコプター2機にプラスして、巡航型巡視船では、4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて、他の小型の巡視艇等へ、補給を行える支援機能も果たす船舶でもある。巡航型巡視船が、こうした、いわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には、尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化である。今回進水を果たした巡航型巡視船の3番艦、弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海峡局の船舶に対抗することが起とされている状況だ。尖閣諸島の周辺海域は、海上保安庁の組織においては、第11管区海所保安本部が管轄しており、そこでは、沖縄方面の東シナ海や太平洋、フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は、沖縄本島の那覇に置かれている。海上保安庁の中で、この第11管区海所保安本部は、最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、その管轄領域内に、尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化している。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだが、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後、中国側は自国の海峡局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ている。それは、尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるが、小石原慎太郎氏は尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して、以後、中国の強硬路線は強まった感がある。結果として、政治的には、尖閣諸島は、東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して、現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお、一層、中国側の同諸島に対する、意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろう。そして、そうした中国側の動きに合わせて、日本側も、尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は、尖閣諸島の周辺の領海に対し、専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織された。
こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には、一旦の完了を見たが、中国海峡局は、海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっている。海上保安庁側としては、尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ、同海域に長期間とどまっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させている。その一環として、今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっている。すでに2012年度の時点では、第11管区海所保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるが、中国海峡局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情だ。昨今の中国海峡局は、組織の改変に伴い、軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶も、それに準じても、もともとは、中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には、76ミリ、モノ主砲を搭載したものまで存在している。それらの中国海峡局の船舶は、4隻で、一つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると、集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上、日本の漁船の自由な操業を困難にしている。そうした現状にあろうことか、日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は、国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろう。中国は、こうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においても、その領有を主張して、周辺国との圧力が絶えないが、経済力を背景に、海軍や中国海峡局の増強を続け、その実力をもって、自らの主張を押し通そうとしている。にもかかわらず、なぜか、日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米、親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ、人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だ、その傾向は止むことはないと、実感させられる。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのならば、仮に、イデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが、一体、何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられない。